油切りは東大草科の落葉鉱木。種子から豆油と呼ばれる油を採取して塗料などに用いる。東、アジア産の油切りや品油切りはアリアライツ属から分離してベルニシャ属とすることもある。西日本と中国に自生し、また栽培もされる。葉の形は霧に似る。葉の基部には柄のついた蜜栓が一体ある。花は6月頃き。 五弁で白く計三センチメートルほど、塩水過状なしよく目立つ。果実は丸い果てで六個の大きな種子を含み、秋に熟す。種子から取れる豆油は、不飽和脂肪酸を多く含む、乾性油であるため、塗料や印刷ンキ、油紙の材料として盛んに使われた。ただし、エレオステアリン酸など毒性を持つ、不飽和脂肪酸を含むため、食用にはできない。別名、 毒へといい、これは古くから種子の油を食用や塗料用として用いたエゴマと対比した名前である。現在は油の原料として油切りでなく中国原産の品油切りを使う。これは油切りより大型で葉の蜜線には柄がなく直接付く。この油は中国などから多く輸入されて家具の塗料などに使われている。近年、 バイオディーゼルの供給源として注目されている南洋油切りは本種とは別属の樹木である。台湾で、霧という字は油切りを指す。台湾を代表する植物である。中毒事例報告のある有毒植物8油切り類食品衛生の窓。ありがとうございます。